おはようございます。おはようございます。今割とコメントに流されておはようございますって割とナチュラルに言ったな。ペヤングまだです。おはようございます。うん、止まりませんと明記してましたね。今日の放送は Z さんは自走で帰られました。やっぱり自走かよ。髪型さっきなんか薬入れたらえらいなんか揃ったな。ビアガーデン残念言っておりません。で今日は残念ながらアドマチ見ました。今日は残念ながらバンビではない。ちょっとあのバンビだと少しだけ重たいんで軽量化のためにあのバッグに忍ばしておくのは薄いやつにしました。ユニクロの金魚 T、 なんとか幼魚店、何幼魚店だっけ、何幼魚店と書いてありましたっけ。後ろ書いてありますよね。見えます。お、サンさんかな、いらっしゃいませ。27歳ぐらい、惜しい、もうちょい。見えました、背中映ってました。今ワカメじゃない、あ、ダメだな、見えなかったか。うん、アドマチはあの肌のです。そうだ、アドマチ止まらないって言ってましたね。そういや、でもアドマチ見なきゃいけなかったから残念ながらツーリング中に髪切る前、あの酸素踊りの時はやりましたね。デザート大浴場、そうそう、あ、すいません、ツイッターあの経緯を知らない人に意味わかんなかったですね。ですね、あ、こんばんは。ネット無料いいですよ、かなり。メガネ飯はカレー食べた、1300円か400円ぐらいのカレーセットなんですけどね。さっき働きました。コウスケさん、いらっしゃいませ。アドマチの画面写真越し見せるぐらい多分大丈夫だよな。直接テレビ画面じゃ、そう、17じゃないじゃないか。こういうの見るためにアドマチ見てました。今日はバッチリ映ってますかね。島田さん、自転車ブログで有名な人です。68歳だったんですね。もう島田さん、あの矢筆陶芸でなんて書いてあったっけ、矢筆の主ことバッチリで、年に60回も登ってたんですね島田さん。68歳で矢筆陶芸。あと今日はアドマチ出てたあの人は鶴見慎吾さんなんですね。あの人がテレビ画面を撮影してました。何枚か、ちっちゃいかな。うん、何か聖地だって言ってましたね、ヤビツが。アドバイザー、しかしあのほらヤビツ峠何度も登ったことある人は見慣れた景色ですよ。そう、あの人あのレゴンっていう団体を主催してる人じゃないのかな、違うのかな。こう鉄子っていうのないな。16位、あ、本当だ見なかったことに。で、あの島田さんのブログで見てたんですけど、 GoPro をあの私が頭につけてやってるあの GoPro をハンドルにつけて、あの山荘の主人、あの人前私が戸川公園で会ったあの人だっけ。自信がなかったんで書かなかったんですけどね、前放送中にあの戸川公園の橋渡ったとこで会ったあの人、違うかな、サスケさんのお知り合いの。これ GoPro 映像ですね。で、GoPro 映像をあっちこっちにカメラつけて走ったっぽいですね。ヤビツって、ああ、そうかもしれないですね。そのテレビ局の方が下調べしたときに。これも GoPro 映像ですね。で、GoPro であるとこに注目すべきじゃないけどな。そう、なぜか今日泊まりです。で、ほら。こんな感じかな。で、本人の島田さんはですね、今日、あの、お仕事で、放送中は9時、ちょうどこの放送に出てたのが終わる9時半頃まで仕事だったみたいです。リアルタイムで見られてないんですよ。だから16位っていう風に私はツイートしたんですけど、あっと思って消して丸々いでしたっていう風にあのツイッターで書き直しました。サーバーから消して夜勤だったみたい。夜勤というか、まああのコミセンのお仕事ですよね、今されてるのは。止まりません詐欺。私が出演依頼受けたら、いや、どうだろうな。けた、はあ、マッサージャー、
これも知ってる人には見慣れた名水喫茶ですね。生産層小宮沢、なんで沢って言うんだろうな。そう、気まぐれ喫茶で、気まぐれ喫茶のこの中ももう見飽きたわ、知っとるわこんなん。しかも映ってる人がいつもヤビツにいた時にはだいたい私がついていってる時は島田さんの時なんで、すんげえ見慣れてる。いらっしゃいませ。見慣れてんなぁ。というわけで順位はなんか案外下の方だったけど長かったですね。この通りナポリタン、あ、どうだろう、ナポリタンだっけ。島田さんはですね、ここの名水喫茶では毎日日替わり食べさせてもらってるみたいですけど、毎日というか年60回。うん、自宅勝負もちろん今いるところはここです。ヤビツ、ああどうだろう、録画忘れてました。で慌てて今日ビジネスホテルに泊まって、この島田さんのこれ見るために泊まったっていう、泊まった理由の3割が島田さんでした。明日はですね、やっぱ霞ヶ浦かな。うん、中止で、ありましたっけ、過去に。あったっけ、あったかも。筑波からですね、お、茨城です。カレー食べたの。カレー食べた。で、今いるところはちょっと筑波の駅からはですね、6キロぐらい離れてるかな。6キロぐらい離れてるんですけど、工場がいくつか集まってるところに今住宅地ができつつあるみたいで、ここ周りど真っ暗な何もないところかと思ったら、意外と新しい街ができつつある感じですよ、周り。で、Z さんは50キロ自走で帰られました。ささめ、筑波で面白かったですね。で、あの時筑波大のこと案内してくれた人が一人かどうかわかんないんですけど、前四国のあれ何町だ、あ、成山だったっけ、ほら四国の阿波踊り会館の上のあの山、あのなんとか山、あそこを一緒に登ったりしばらく一緒に走ったりしたことのあるホラフキーさんとかご近所ライダーさんの時の、じゃあ、ああ、ジャクサ行ってないです、あの時の方でしたね。で、あの時私が放送中で会った時にはなんてなられたんだったかな、 あれ違うな、あ、ダメだ、その時の名前が、そう、あ、ビザン、そうですね、これバッテリー今取り外してるんでこうなるんですけどね。そうそう、あの時一泊ですね、3500円ですよ。タコ足、まだそんなタコ足ってないです、大してタコ足ってないです。で、朝食付きで3500円、安いですよね。あ、見てます。あ、アイヤスさん、イヤスさんっていう風に名乗られてましたっけ、あの時は。安いですよね。ジャランでさっと検索しただけなんですけど。で、部屋はこんな感じ。部屋番閉まった。そう、大学のとこ面白かったですね。私散々寝たんでやったから。たっけー。おぉ。奥様うっとり。ですね。で、外見せても、ちょっとさすがに真っ暗なんですけど。で、朝食付きで、あと、一応3500円の部屋って、実は喫煙ルームだったんですよ。でも、フロントで、フロントの、あ、ご存知しました。あ、懐かしかった。やっぱそういうことなんですね。夜景、ちょっとこの後、一応夜景は映してみましょうか。臭くない。っていうか、わざと煽るようなこと言うな、貴様。貴様、ゲスめ。うん。ベッドが小さい。小さいかな。ああ、どうだろう。浴衣、響いてます。でですね、自転車も中に入れさせてもらって、部屋もタバコ吸われませんかって、で、あ、吸わないんですって言ったら、3500円の部屋だったら喫煙のはずなのに禁煙の部屋に移してもらって、で、その3500円の部屋っていうのは浴衣がありません、かっこ汗っていう風に説明があったんですけど、移動させてもらった部屋はしっかり全部ある。この通り泊まりました。で、ちょっとお湯使って軽く水洗いして、で、ここのバスタオルにこの洗ったものをくるんでゴシゴシこして脱水した後に乾かしてます。差し入れ入れるのかな、こういうとこって。入ったらまずいのかな。有料放送ネットがあるからいらんだろう。有料放送はですね、確かにあることありますね。
あるある。もうこういうと、やっぱりニコ生的にはこういうところが、こういうところが。ひわーい。やばいっすね。差し入れ、何でしたっけ？難しいっていうのは。ルビー。よっと。てか、他に泊まってる人いるのかな？フロム誰もいなかったし。しかもここは大浴場あるんですよ。ビジネスホテルなのに。店。服、あ、書きます。アドマチ見れました。バッチリ。だからここですね、周りが工場地帯だから、今晩はお楽しみでしたね。あ、ドラクエネタでしたっけ？で、会社、Z さんは帰られましたね。私は何を今見せようとしたんだったっけ？歩く、あ、そうそう、これ。何を見せようか忘れてデジカメを操作しだしたけど、これのことです。これを見せようとしてました。で、ビジネスホテルのくせに、3500円のくせに大浴場もあって、ただこの大浴場ですね、えらいお湯が熱かった。熱かったんで、四国走った時に差し入れいろいろいただきましたね。この風呂むちゃくちゃ熱くてですね、水をざんざん入れた後に意地でとりあえず全身は使ったけども、あーっつって言いながら逃げ出しましたね。暑すぎ。あ、これ女風呂、どうだろう、女風呂あんのかな。そういえば大浴場は1個だったけど。おっと。さて、夜景見えるかな。ああ。結果止まりです。ん？映ってんのか、これなんか。もう包帯ね。ちょっと待ってくださいね。じゃあちょっと明かり調整しましょうか。ぼやっと映ってますよね。なんか左上にカットインみたいに入ってるな。スカイツリーどうだろう。怖え。怖え。ここまでくっつければ大丈夫かな。というわけで、こんな感じですね。意外と周りが工場地帯だから何もないかと思ったら、街ができつつあるみたいなんですよ。で、表通りはこれ。さすがに暗くはあるんですけど、ここから1キロぐらいのところにマックとか車社会的な市街地があって、この近くもですね、近くに何があったっけ？岩盤浴があった、岩盤浴。橋容疑者が。こういうとこですね。今ここ4階の部屋です。で、さっき番号映ったか。向こうの方に光ってるの黄色いのなんだろうな。で、ここからほんのちょっと南に行ったところが工場地帯みたいなんですよ。差し入れですか？差し入れか。今もう結構腹いっぱいなんだよな。止まってる止まってる。そう、車社会的な私の決まり文句。青山と、あと何があるんだっけ？こんな感じだっけ？貞子って。自転車はですね、ロビーの端っこの方に置いてもらってます。だから雨が降ろうとなんだろうと大丈夫。フランチャイズのこういう感じですね。止まらないはず。そういや、そうでした。毒王が。ふう、という感じですね。明日は曇りですね、さすがに予報は。サスペンスドラマ。意外な真犯人。私は高橋容疑者と言われっぱなしですね。そんな似てるのかな？高橋容疑者って確か、指名手配で結構あちこちに掲示されてましたよね。お帰り放送。いや、銀行はするので、明日は。よっと。ここから自走とか特にない。似てない。そうなんですかね。でも散々似てるって言われましたよ。南こうせつは昔から似てるって言われる。あと福井アナも言われる。福井アナは今最近ふっくらしてきたから、前よりもまた似てるんじゃないかな。
福井アナは私もよく似てるなと思ってたんですよ、前見たとき。そう、谷亀人も。そう、いつもの T シャツじゃないけど、これ前にも着てたやつです。5%。ビールよりほんのちょっと。というわけで、とりあえず飲むか。いや、今から飲みます。てか、ここですね、酒かお茶しかないんですよ。コーラとかないんで、メガネ、そうですね。嫌なことでも、嫌なことでも酒飲んで忘れるよ。明日の予定は霞ヶ浦かな。じゃあ、とりあえず乾杯。私別にお酒そんなに飲まないんですけどね。Z の休め。何が？ああ。メガネそうでかいです。今時こんなでかいメガネないですよね。でかい。あと左右で結構違うんです。ほら。鹿島神宮ってどこにあるんですかね。あ、そうだ、おつまみの缶詰売ってたな。おつまみの缶詰、私は初めて見たから買ってみるか。でもつまみとか食ったらまた太るな。よし、美味しそうに。まあ喉渇いてるから炭酸前ですね。じゃあちょっと待ってください。あんまり廊下に響かないように小さくしてから。サイボーグ、ドア強い、そうです。よし、じゃあちょっと行ってみるか。館内、これとこれ持って、うっかりこの鍵忘れようもんなら、すぐ入れなくなります。ん？ iPhone カメラ。無線 LAN で今繋いでおりますよ。よいしょ。鹿島遠い。鹿島アントラーズの鹿島か。という名前でしか知らないんだけど。どうですかね、電波大丈夫ですよね。バッチリですね。ん？どこに寄らないの？ビール。お、レームさんいらっしゃいますね。ビール。臨海工業地帯、今からですか？もう外には出ないよ。で、お茶お茶、酒酒。で、真ん中にこの柿の種と落花生。あ、300円、高え。意外と高い。これがどういう風に売られてるのか、どういう風なパッケージになってるのか知りたかったので、まあせっかく来たから買うか。よいしょ。やめよう。いやだって高くないでしょこれ。お茶220円だし、ビールはこれ250円とか300円っていうのは高いんですかね。うん。中身はちょっとやってみよう。はあ、よっと、よし、300円のネタだ。で、前アイス食ったから。おう、あれみたいだ、プリングルス。お、ちょっとこれ多くないですか。補給食だなこりゃ。てかこれ蓋閉められなかったら困るな。この分量一気に食ったら何百キロカロリーあるんだこれ。木の実だからえらいカロリーですよ。よいしょ。私も初めて見ました。多いですね。これ詰まってんのかよ、こんだけ。でかいよ。よいしょ。というわけでこれです。泊まりです。3500円のビジネスホテルに泊まっております。しかも朝食付き。よいしょ。グフ、軽く。そうかもしれない。さてじゃあ開けてみるか。開封配信ですね。開封配信。あ、そうだ、音量元に戻しとこう。もういっぱい、いやちょっと日帰りだった気がするが。他にも美女でも安いんですよね。平日よりも今日の方が安いのかもしれない。結局止まってます。すいません、どっかに帰ってきてよかったな。音量元に戻しました。悪魔の曹操、666に。じゃあ開けてみましょうか。で、どうやって？そうの。もっとみすぼらしい、みすぼらしいはあれだな。もっと、古めかしいところ、なんて言うんだろう。もっと歴史があるところもいいんですけどね。で、開封してください、開封してください、開封してくださいとしつこく書いてある。なんだこりゃ。
あれですか、ランプのせいみたいに出せとかそういう感じですか。開封してください、開封してくださいって。何このしつこさ。長断る。そうですよね。絶対ろくなことならないですよね。開封してください。どこから来るのこれ。どこ？あった、これだ。これ、このピッとなってるところ、これ。止まりませんで。うおー、これ、一人で一晩で食ったらえらいことですね。止まってるよ、ちょっと。値段がちょっと高いかと思ったら、こういうことか。うわぁ。ピーナッツですね。ピーナッツってどんだけカロリーあると思ってんすか。たっぷり、よいしょ。いいでしたっけ。おっと。蓋、これ、蓋どうなんですかね。あ、お、ああ、軽い、あれですね。ねじ込み式になってますね。柿の種でかいですね、これ。爪が、あの白い部分が増えた。いって、これ意外と蓋がですね、意外と厚いアルミでできていて痛い。まあ血とか出なかったからいいんですけどね。でも白い部分が増えた。よいしょ、よいしょ。じゃあちょっといただきますね。うん、夜ご飯は、筑波駅の近くで食ってきました。深爪っていうか、この、間に、引っ張る部分がグッと入って、いたっていう感じで。対応、PL4 ですね。あと、これですね、冷えてます。よく冷えてます。まあ、持ったらすぐに暖かくなるんですけど、なんか最初に持つ瞬間がヒヤッとしますね。うん。同じとこに入ってますからね。止まりました。とりあえず誰かコメントで、こっちのビジホに止まって島田さんの出る窓待ち見りゃいいんじゃねとかいうようなコメントが、いや、そんな苦情じゃなかったと思うけどあったんで、それで3割分ぐらい押されたな。あと割と安いとこ見つかったんで。爪赤く、今のところ大丈夫かな。寝る前に、そうそう。これ明日の補給食にしとかないとな。ちゃんと閉まるよな。カード。うん。ん？ネット。ん？あ、Z さんか。うん、大丈夫ですね。これで、いきますね。でも私はこういうのは本当に一気に食っちゃうタイプなんでやばいんですよね。今日帰るって何の準備ですか。2月だから補給食に使いますね。輪行だとここからだと2000円ぐらいかな。あと寝カフェもあったんですけど、寝カフェも、いや、乾きの乾物か。変更もうバリバリ変更しますよ。明日はですね、明日朝ごはんが、奥さんに、あ、まだしてない。朝ごはんが7時から8時半の間だから、まあ放送スタートは9時ですかね。予約しとくか。でも予約するの勇気いるんだよな。私、ホテル館。多分これ本当にはですね、工場だから、多分工場に出張しに来た人が泊まるホテルなんじゃないですかね。だからどちらかというと平日がメインで、土日はまた人が泊まらないんじゃないかな。うん。初めて予約、いや、初めてじゃないけど。あ、お疲れ様でした。結局、何日ね、ダメだ。うん。病院と。ピーナッツというか、私は今ゲップで、ゲップがちょっと一瞬来たんで。うん。
校何年生、ありがとうございます。いつもいつも髪が、あ、そうですね、かなり短くしてくれって言ってるんで、テレビつけたら問題あるんじゃないですか。確か写真見せたけど、うん、工場に小指を立てる。肌野さんはまだ見えない。でもまだ出てくる危険性あり。最寄り駅は研究なんだっけ、もっと研究学園駅で、この辺り意外と開けててびっくりした。ていうかですね、これこういう写真、衛星写真見るとですね、本当に工場地帯に見えるんですけど、多分この時よりもだいぶ住宅、宅地化が進んでるんだと思います。あ、次は来ないです。夜はだいたい比較だけですね。遠藤杉、そうなんですよ、夜はやたら盛り上がるんですよ。なんだろう、顔出しするから盛り上がるというわけでもないよな。何がそんなに楽しんでいただけてるんだろう。うん、あ、そうそう、自動車研究所なんですよ、ここ。あ、ここっていうかすぐ近くの、ですね、近くにテストコースみたいな地形も見えたんで、夜楽しいですか。ていうか夜の方が旅行感が出るのかな。そういうことかも。うん、チョンジンですか。うん、筑波万博はですね、コスモ星丸、あ、自宅にいる、そうかも。コスモ星丸は一応看板だけ見てきたかな。あ、ちなみに今日の夕ご飯、今日の夕ご飯美味しかったです。筑波駅の近くのなんて言うんだろう、の店が入ってる建物で、ああいうのなんて言うんだ一体。あの中でカレー食ってきました。カレーセット B セット、チキンカレーと豆カレーですをチョイスしました。なんとこれは1380円かな、カレーが1種類の1280円の A セットがあるんですけど、絶対それカレーが2種類の B セットプラス100円に誘導するため の, 店メニューですね。ありゃ絶対誰も A セット頼んでないと思う。本格的で、店員さんもみんなインドっぽい人でした。少なくとも日本人じゃなかった。左手？あ、なんだっけ、手で食うときにどっちか使っちゃいけないんでしたっけ？あ、読み上げが死んだ。なぜ死ぬ？ちょっと待ってください。なんで読み上げが死んだ？じゃあ、iPhone の方で鳴らすか。せっかくステアが作って読み上げられるようにしたから。米ビュー。2個目子で、CO で25757取得。あと1。あ、え、あと、あれ、今何分だ。あと1分か。別音声ですね。いや、読み上げだけが今アプリ落ちてたんで。もう一枠。いや、特に私夜はネタ特にないんで、明日、そうですね、多分9時ぐらいに始めて、霞ヶ浦を一応考えてますが、まだこれから考えるっていうか、眠たいので多分寝ると思う。起きてから考えるかな。起きてから。今イントネーションおかしかった。押し入れ配信、ああ、押し入れか。シャワー、まあ本当にビジネスホテルの割と綺麗なとこなんで、特に見せるとこないんだよな。うん、押し入れないんですよね。30秒、そうですね。じゃあお疲れ様でした。あ、これで終わろう、これで終わる。あと10秒。はあ、これで、じゃあおやすみなさい。これ飲んだら一応明日のこと考えようと思うけど寝る